続きやっていきましょうか。マリオパーティー2、2でも4でもなくてシャン。はい、ということでこんにちは、ブルーホースです。マリオパーティー2ね、普通にマリオパあのミニゲームをやっていこうかなと思ったら、まさかのミニゲームがなんかトロッコかなんかがやれないというですね、事態に陥ってしまったというところだったので、イエーイイエーイ全部見せる。調子によってマリオ普通のミニゲームをなんだっけあれで、突然ですが募金って本当に突然なんだよな。まあまあそんな話はどうでもいいんだけど、いいな、ずるいな、羨ましいな。そうで、なんだっけ、普通にマリオパーティーで遊ぼうかなと思って、パーティーゲームで遊ぼうかなと思ってやってたんですけど、コンピューターレベルを強いにしたらね、マジで強いの。てかまあ、こいつらが強いっていうのも一つだし、俺がヘボすぎるっていうのもあって、普通にボコボコにされている状態で、お前ら横取りボックス好きやな、みんな横取るやん。で、これをまたあれでしょ、次のターンワリオが横取るっていう、横取りボックスと横取るっていう、もう謎のね。あ、よしよしよし、ドンキー、とりあえずドンキー、なんだ、あ、教えてステップ、あー来たー、これみんなあれやで、集中しないと。多分ね、ローラー回すやつとか勝てる気がしないもんね。1人が踊ったダンスを3人が覚えて真似します。上下左右 ABZ ね、はい、 ABZ がどっちだったっけ、 Z これだな。チェコウウィウィウィウエイ横、スイスイスイ、なめんじゃないわよ。ちょっと待ってね、集中する。よし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 、あ、2つだけ、2回だけか、3回やると思ってた。全員生き残るようじゃダメじゃん、レベルの差が大きすぎる。もうちょっとこうややこしくするとか、3段階くらいないと、さすがにちょっとこれは一人側がかわいそうな感じがしたね。でも1対3ってこうミニゲームバランスってむずいもんな。いいよ、喜んで払うよ。あ、世のね、恵まれた料理になんとか愛の手を差し伸べてください。やっぱりコイン返せ。じゃじゃじゃ、これはこれはマリオくん、クッパマスへようこそ。我が輩を進める恐怖のイベント楽しんでいくがいい。それではルーレットでイベントを決めるのだ。なに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 、ハテナのクッパのチャンスタイム、ハテナのマスのイベントができるという、本当にラッキーなイベントだ、よかったな。では イベントスタート、ああ、そういうことですね。じゃあ、とりあえずこれで、ドンキーを選べばいいんだな。お、ドンキー選べた。かける3？どういうこと？しょぼすぎるー！しょぼすぎるわ！なんでやねん！普通、もう0、3つくらいつけたらいいじゃないですか。なんで3、てっきり持ち金の3倍取られるとか、そういうあれかなと思ったら、まあ、そんなことありえへんけど、まさかのたった3コイン。ドン！いやー、ちょっと認められないですね。で、これドンキーどっち進んでいくかやな。やっぱそっちの、あ、アイテム買えるんや。なんか買うのかな？買うよね。キノコね。スーパーキノコ買っちゃうと、あれだ。スターが取れなくなるからだな、うん、突っ込まなかったけどな、もうもはやなんかワリオのなんかよくわからない。また一人か、あー出たー、これもう絶対無理な気しかせえへん。ヒッツティーチ、お目目クリクリやし、ワリオ目どこ行った。あ、レンだね。こいつらをさ、いけんの普通に。とりあえずまあ普通にまずあれだね、時間をゲットしていこう。何秒だっけ時間って、もともと30秒しかないもんな。よしよしよし、ちょっと待って、なんかすごいチカチカしてる。よし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 、もうね、解禁する、解禁する。普通にこの解禁っていうの、とりあえずじゃあ一回いくか。よいしょ、おろろ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 、お姫様お持ち帰り一匹。ピー。
ほんでこの後抱き心地貴様、おら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 、あ、これなんか全然時間いらないじゃん。ちょっと待って、あの右の大胸筋が破裂しそう。よし、やっぱり強かった。ちょっと待って、ちょやばいやばいやばい、よし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 、危ない危ない危なかった。これでもう一発いって、近い方があの握りにくいとかありますか。よっしゃー、これで、え、何、全員の持ち金を 20% ずつパクれるとか。 20% しょぼいな、 30% ずつくらい欲しいな。それだけ、まあね、まあ、初代のミニゲームなんかエグかったもんね。確か持ち金の 30% もらえるとか、なんかさっきから出る数字がだんだんしょぼくなってってる。つらもう、ワリオエグいて、ついに欲しいアイテムが手に入ったなっていう感じだな。これアイテム取ってもう一回使えるのかな。だとしたら鬼畜の所業やな。あれ、こいつ20分持ってたっけ。10分言うか。とりあえず回ります。俺のところにスター来ないかな。あ、42コインって意外と持ってんだな。おー、しかもこいつ10コインの手に入れやがった。10超えてない時点で損してるけどな。11を超えないとやっぱりあのキノコを使う意味ないし、20を超えないとスーパーキノコ使う意味ないよね。なんか全員集めてきそうだなこいつ。フリッパーしたよ、ジョージョ。待って、やばいやばいやばい、おっぱいが痛い、おっぱいが、いくつ、どこだ、なんでやねん。ドンキいけまんがな。え、ドンキいけるよね。何その距離感、マジか。普通もうなんかいろいろと運に見放されてるな。あー、なんだ、めっちゃする気満々なのかと思ったけど、単なるパーティーやろうかと思った。こいつ行くよな。しかも6か。え、もう手に入ったんちゃう。1、2、3。あ、よし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 、まだチャンスは、チャンスはあれだな、20コインずつ全員ちゃんと参加費集まったな。よし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 、で、どうなる。あー、これまた運ゲーじゃねえ。これもキャラクターレース。うわー、パンパカパーン、パン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 パカパーン。元気に動いてるのは調子のいい証拠。誰が勝つかわからない証拠だけどか。そういうことか。何が動くかな。え、元気に動い、元気、誰元気、待って、元気さが加減がわからん。よし、じゃあボム兵にしよう。ちょっと待って、あのね、テレサがすごいね、うつむき加減なんですよね。よし、これ悩むな。でも導火線に火がついた、もう常に火ついてんねんけど、ボム兵火がついたらこれで1位になるんやけど、おお、テレサ嫌だな。テレサ早くない。え、テレサのうつむき加減何やったん。嘘やろ、テレサ早っ。これ、え、どっちどっち、2位どっち。とりあえずドンキーに勝てればそれでいいんやけど、どっちや。あ、これテレサ間違いない。2位、よしよし、兄ちゃん、これ2位やろ。2位やったらまあまあまだ許される。24コインくらい手に入るはず。確か56の24やったはずやから。おいおいおい。で、ドッスンが1位、あ、2位はない。よし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 。そしたらこれで、だよね、56の24やな。よしよし。ただこれ、ピーチが56コインも取ったことによって30コインの差が開いたのは結構痛いけど、とりあえず、次のミニゲームで、勝とうが負けようが、あの、なんだっけ、普通の5コインの、あ、普通の10コインのミニゲームだったとしたら、あ、よかった。もうパーティーしたらほんまにもうそのスカート全部ビリッビリに破くとこやったからな。セーフセーフ。そう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 。で、あ、これやったらどれだったとしても大丈夫ですね。しかも、よちよちペンギンリレーってもう完全にさ、一人が強いんよ。A だっけ？で、おい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 、保険。そうだね、オッケーオッケー。慌てて走ると、はい、転びそうになったらスピードダウン。これでも普通に一人が強いはずだよな。あー、どうなんだろうなこれな。もうすでにこけそうになってるし、リードリード、この、そうそう、これしかも分ける意味なくねっていう、受け渡しをする意味があんまりちょっとよくわからないというか。 あ、でも早いな。よし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 よ、いい、ああ余裕だった。やっぱドンキーあれだな、あのジャングルに過ごしすぎてちょっと氷上の上で戦うのはなかなか慣れなかったっていうか、
小さくなってる、だいぶドンキちょぼーんって。オッケーオッケー、ありがとうありがとう、うん、ただみんなスター持ってんだよな、俺だけなんだよな、何も持ってないの。よっしゃ、ぐんぐんいくぜ、とりあえずぐんぐんいくぜ、ワン、ツー、サン、シー。人生そういうの気にして負けない。でもなんでみんな下行くんだろう、下行って回って、いやいや、あれだよね、赤ずきんちゃんとかだ、金のないやつはどっかに行きな、ヒャッヒャッヒャッヒャって言われてんじゃん。ああかわいそう。あ、その前にあれだな、あの俺がもっとクッパでお前からせしめておくべきだったかもしんないっすね。うんうん、ごめんね本当に。え、下から回った意味は何だったんだろうな。あ、コンピューターなのか。いつの間にか72コインも持ってやがる、やば、危ね。あっち向け、こっちは、あ、これあれか、5回あるうちに上のいる人と同じ方向向いてしまったらアウトですだね。顔を動かす、でどこを倒さないと顔を向いた、どこを向かないっていうのも一つの方法です。そうなんだ、選択肢が5個もあるっていうのがさ、5分の1、1人当たり 20% じゃん、うん、まあまあ、なんでやねん、ずる、よし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 、いやーこいつら強えな、ちょっと始末していかないとな。じゃああえて、よし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 、あと1回で1人ずつ縛いていけば OK。 よし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 、こういう切迫した試合が面白いですね。さあ行くぜ、いあ、ちょ、あれ、このスティック倒さなかったのに最後戻らんかった、時間切れ、負けた、あプチュン、ああ、真っ黒クロスケのように潰されてしまいましたね。残念でした。そう、悔しいな、普通に。負けた奴らにもコインが入るっていうのが、ちょっと、あれだね。ふい！で、ちょっと待ってね。あ、間違えた、間違えた。こうやったら、ワン、ツー、サン、あ、ワン、ツー、ジャンゴをしたところで、こっちの方がちょっと近いの。アイテム買うか、ちょっとコインに余裕あるしな。買う。スパキの。これで一気にこう詰めていくしかない。ただ誰かに、あ、いやもうワリオに1個やるくらい別に構わねえ。ワリオそれくらいしか活躍の場がないもんね。うげー、いらんこと、 C のお前のコインとスターだけ奪われていくので楽しんでいただいたらもうそれでよろしいでさんすよ。他大丈夫だよね、何にも起こらないよね。革命とかやったらしば、あーいいなー、俺も100スター欲しいな。無言で去っていく、うえー、クッパは逃げました。シンプルに逃げやがったよね、いいなあ。こいつもクエスチョンマークだな。よかったね、待ってね、気になる。あ、これでも飛ばされたってことはさ、まあさすがにスーパーキノコがあるからやられることはないと思うけど、後ろから迫っ、大丈夫だよな。でもこれちょっと嫌な予感する。あのね、最初のスターの位置とかに来られたら結構きつい。暗闇ハンマーは一人をボコボコにするんだ。え？違うわ、一人にボコボコにされるんだ。暗闇の中、電球を持ったライバルたちをハンマーで叩いてください。ハンマーを縦横、A、 自分の居場所が分かります、広い範囲に攻撃できます。うわー、これあえて動かないとかってありですか。敵がどこにいるかも分かんないもんね。いきなりやられてるし、よし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 、ドキ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 、危ない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 、あのね、ワリオが全然、おい、ドンキーバカンキー、危ない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 、くる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 やばいな、このままピーチのコイン数を抜くことができるのかって、一気にここでまた40コイン差になるからな。えい、帰りたい、えい、マジで帰りたい。
うっそー、もうキノコでいいやん。せめてキノコでいいやんってレベルやな。えぐー。うわー、これはちょっとつらいな。あ、え、ん、これはこれはワリオ？違うな、誰や、ワリオが近いか。ワリオか、ワリオ。あ、これあと5。よし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 。じゃあアイテムを何かしらゲットして一気に逆転を目指す。キノコかスーパーキノコが欲しい。よしよしよし、スパキノ、スパキノ。でもさっき、ちょっと待ってね、さっきあそこでだったから、じゃあ、あ、オッケーオッケー、なんとなくあの辺りでレバーを引けばいいんじゃなかろうかという気がする。よし、いや違ったらごめん、恥ずかしいやつ。ほい、よいしょ。恥ずかしいやつ来た。あれ、さっきと変わんねえぞ、拾ってるアイテム。あれ、俺違う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 、さっきはミニクッパのところでレバーを引いたらなんかあれだったんすよ、これだったんすよ、どれだったんで、横取りボックスだったんすよね。ところが赤ずきんちゃんのところで引いたから、その2つまたずれてスパキノ行くかなと思ったらまた同じの来たね。みんなアイテム買わないかな、ここで奪ったんだよ。いやでも50コイン差を埋めるコインスターってちょっと難しいな。でミニゲームスターも何気に全然ダメな気がするから。でしかも一人よし、ドカン戦車ね。こいつらうまそうだな、ドカ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 、本当に。ウィーン、しかもこれをしてると向いてる方向を固定したまま移動。ああ、そういうことか。これあれでしょ、どうせ。で、だよね、だよね、だよね。なんとなくそんな気がした。よし。よし。ほら、肉を切らせて骨を断つ。俺様の勝ち。こうやってじわ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 ね、ちょっとピーチとの差を埋めていかないとね。ピーチとのコイン差がな。これでもう一個スター取れたらあれなんだ。あれ今あれ10コイン手に入った、ちゃんと。あれ、よし、はい、3。あ、やったー、引かれるー、ポポー。あー、もう一旦待てばあれだったな。ピーチボッコボコにできたら、ピーチはね、ワリオボッコボコにできてスターもう一個ってできたのにな。誰もいない、誰もいなかった。でもな、ここで全員集合したとこって意味ないしな。よし、ピーチから、ピーチから。ピーチからピッチピチに奪っちゃいな、ピッチ。そう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 。単純でよろしい。はえんだって、相変わらず。どうしよっかな。あと、ごめん。やってるとこごめん。13ターン目か。次14ターン目だね。よし。まあ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 。気づかれすぎじゃね？まあまあ、プラ11コインだったらまあいいんじゃないか。うわー、次1出してくんないかな。で、俺2ターン連続10とか出したらなんとかなるんですよね。まあ、10分の1でそんなことをね、する確率なんかっていうのは。お、よし。買え買え買え。何買う？ほう！ほう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 。血統手袋か。どうしよっかな。欲しいな。買うべきだろうな。買うべきじゃ、奪うべきだろうな。なんでやねんじゃってくれ。ちゃ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 。ちょっと待って、その前に。ごめんなさい。ちょっと、このターンが終わったらセーブします。はい。よいしょ。10コインかよ、しかも。もうこん、あ、そっか。くそしょぼいやつがいたんだな、コイン数が。ぶつかれバルーン、あー、これかー、超苦手。超苦手。練習しない練習しない。上下左右の向きを変える。こうで上下左右の向きを変える。あれ、それだけだったっけ。ちょっとだから、なんで練習しようとしちゃう。横に倒すとミニカーの操作になれたらやっぱり強いな。うわー、これあれだな、 A とか B とかないんだな。とりあえずピーチ、とりあえずピーチ。よし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 。尻をよこせ、尻を差し出すな、尻を差し出すな。よし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 
尻を差し出してくれてありがとうございます。くるくるくる、なんかあれだね、オーバーヒートしてみたいな感じがするけど、よし、これでなんとかちょっとずつピーチのとの差が埋まってっているんじゃなかろうか。ミニゲームスターのこう、あっちはきついけど、よ、あ、でも逆転はした。あ、でもな、そうなんだな、もっともっと持ってた数が一番多いってやつだからな、あれ関係ねえんだよな。カウント123、カウント123、はい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 、何ボールか。しかもテレサかーき、ちょ、どっちだっけ。これは、どうしたらカウントを消せるんだっけ。あれ、これってどうやって消せるんだっけ。ちょっと待って、なんか みんなさ、みんななんか18とか、あ、あ、え、違った、よし。さあ、だからこうなるとピーチのマックスが確か98コインだったから、あと14コインまで迫ってきたっていうところですね。オーケー、セーブが無事終わりましたっていうところで、はい、じゃあ一旦ね、ここで区切らせていただこうというふうに思います。残り6ターンかな、うん、そうだね、残り6ターンっていうところでね、続きやっていきたいというふうに思いますんで、ラストパートぜひお見るのが、最後噛むなよな、うん、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押して、明日の最終パートもぜひご覧ください。ではまたお会いしましょう。バイバイ。